現在のアイテムを確認。妖精が一つ、リカバオールが一つ、空き瓶が二つ。あれだな、これ回復アイテムを補充してこいってことだな。優しいな。まあ待ってくれてる、優しい。戻れない。こっちからか。いつの間にかバド戻ってきてる。おお、へい、へい、レッスン。びっくりした、帰れないのかと思った。裏側だっただけか。つうかバドもこの道通れたんだな。まあギラヒンも通ってたし、結構通るだけなら楽みたいな。はい、というわけで赤い薬をいろいろ。ラスボスエゴ。これでラスボーっと間違えて使わないようにしまわないと。コピーするの忘れて。さあ行くぜ、ラスボス戦。ラスボスは魔王でいいのかな。 100% よし、大丈夫だ、問題ない。ご武運を。すげえ、空だ。いや海か、わかんねえ。すげえな、最後の景色となる。圧倒的だな、これ。時岡のエンディングのとこ？ちょっと逆恨みはやめてほしいんですけど、その逆恨みをぶった切ってやる。やっぱゾッとだよな、これ。あんまり怖いこと言うんじゃねえ。オーセックスチョワタとこから知らない。万能の力、トライフォースだな。時々なんだろう、人間っぽい表情に戻るっていうか、白くなる時があるから、そこを狙うのかもしれない。終焉のものだ。妖怪人間みたいだな、終焉のもののもの。ほら、あの瞬間狙うのかな。シピーン、あれ、剣に光が集まらない。はい、終焉のもの。魔の根源、時代によって違うとも言われます。スカイウォードが届かないことが判明。なるほど、そもそもスカイウォードでダメージ与えられた覚えなんかないけどね。ま、いってみる。あ、ダメージになった。よし、縦カウンターも狙ってみるか。カウンターはできんが、止めることはできん。来いよ。あれ、普通にミスりやがった。頑張れ、シュウヤさん。おらおらおら、力づくはこの後の形態が怖いな。おらおら、
2回はやめて。おらおらおら、一応は止めた方向をいろいろ変えると攻撃はできる。ミスった。ガードさせようと思うと攻撃の、頼むからガードしてくれ、こっちのテンポを考えて。よし、ガード前提でやってるから頑張れ。マジで、よし、そういえば入らんのだ。やっちゃった。おっと、踏み込んできやがった。あるよ。連続攻撃を決めたいが、やるなこいつ。よし、まず1段階目か。結構余裕だ。あ、雷が、キャー、もしかしてこれ剣に攻撃すると、あれ、うお、なんか飛んできた。ちょっとそれ卑怯じゃない？スカイボード撃ってみたら。おお、見ます。しかもしびれる、ガードされてもしびれる。それはひどくないか。見ますは痛いな。おらおら、それは、好きだらけかと思ったらそんなことは全然なかった。はあ、はい、すげえなこいつ。やっぱこれか、もう盾も壊れる。なんか教えてくれる。あ、そっち？それはもういいよ。盾は勝手に回復するんだ。これか、一番安全なのは。行ってみたらどうです？返す刀が出ちゃうのが辛い。中野さん、カイリアの盾は？いったよ、死ぬ死ぬ死ぬ。ああ、ガードも失敗すると、なんか教えてよ。それはもう聞いた。うん、雷起きてる。それは分かってる。いつすりゃいいんだ、いつ。以上ですって。
やっぱこれか。これ、あ、これを跳ね返したいんだけど、いつ来るか、わかんない。あ、そういうことか。飛ばしてくると、少しの間、雷がなくなるのか。あ、この後は反撃できない。やっぱこれが一番安定だな。今ならいけるわけだ。よし、おら、かわされた。あ、やばいやばい、回復回復、もうラストだ。おら、まだ刺さんない。なんかもう一個しなきゃいけないのかもしれない。まだ刺さんねえの？刺さったやり方が。やったか？お、わ、り、か。どうなる？まだあるのか？な。やったのか。やったっぽいな。とはにこの呪縛から逃れられぬ。そうだよね。これがリンクとゼルダの輪廻の始まりなんだよ。なんかね、降ってくる雷を剣で受けて攻撃すればよかったみたいなことを書かれてんだけど、俺降ってくる雷は食らうとダメージになると思ってたから全部かわそうとしてたんだ。マスターソードが闇のオーラを吸っている。ハンカチの用意を皆さんエンディング泣けるみたいです。封印完了。マスターソードへ吸収。マスターソード大丈夫かな。それほどでもないぜ。
泣くんじゃねえよ。勇者窓様の伝説に参加してくれてありがとうよ。ハンカチは用意した方がいいよ。まあ冗談だけどな。さあ帰ろう。辛口モードやらないにしたらまたラスボス。マスターソードが刺さってる台座かな。なんだと。わーん、はい。あー共に行くことはできないのか。アバヨファイ、お前との冒険は楽しかったぜ。はい、元気でなわーん。泣いてますか、シュウヤさん。もうマスターじゃないんだよな。ありがとう、バイ。今僕大泣きしてます。いつの時だって別れは悲しいものだよな。何度見ても泣ける。やっぱりシーカー族なのか。物語はつながってるんだな。
この後か。ウバとなるのかゼルダの。これはブレスレットか。誰かわかるでしょ。インパー、インパ。やってなくてもわかるね。また会ったな。千年もの間に。ここ。え？うわあ、ありがとう、インパ。よし、クリアだ。長かった。神虎の大座っぽいし、時の神殿っぽくもある。あれ、そして伝説は始まった的なね。物語の原点となる作品は他の物語へとのつながりを持たせて終わるもんなんだよね。そういうことか。ここで時の分岐点ができたってわけか。ちなみにね、このスカイウォードソードのお疲れ様ガイドブックがね出てて、買ってるんだけどネタバレになりそうだったからまだ読んでないんだよね。これなんか中パラパラぐらいは見たんだけどね、ギラヒムの最終形態とか載っててネタバレになりそうだったからあえて読まずに置いたんだけど、これなんかね、ゼルダの歴史の書いてるから、それを見るとこの世界観のつながりがわかるっていうんでね、この後じっくり読んでみようかと。
あった神々の伝承と時の勇者。歴史を読み解く前に。この画面。お疲れさん。創世の時代ってあるね。これ神と魔王の戦いのところから始まるのか。み。そして違うな。一番大元が創世の時代。三人の女神によって創造された世界。そしてスカイウォードソードに入る。ウィー以外に移植されないかな。どうだろうね。これは無理だろうね。ゼルダの創世の時代があった後、女神ハイリアの時代としてスカイウォードの世界に終わったのか。そしてまあパラパラなんだけど、今までの Z、 ここで終焉のものを封印するんだよね。せいぜいサンドスだろうな。はあ。で、こうやって封印された、終焉のものを封印した後に、神の国ハイラルとして繁栄するらしいね。みんな。そして混沌の時代として時のオカリナが次の世界観になるらしい。そして時のオカリナの後が、次はね、フォースの時代っつって不思議の帽子なるみたいだね。で、不思議の帽子の後が四つの剣の時代になって、グフーだね、グフーの物語となり、その後時の勇者の時代っていうことで時のオカリナだね、時系列は。で、時のオカリナが終わると、次が神々のトライフォースになるんだね。で、神虎の次が不思議の木の実、大地の書、時空の書ときて夢を見る島。その後黄金の時代としてリンクの冒険があるね。ヒーローネの森が好き。そしてその後が初代ゼルダの伝説だね。トワプリはなんか黄昏の時代っていうのでちょっと世界観が違うのかな。まあその辺の詳しくはじっくり読まないとわかんない。パラパラじゃちょっと追えない、ね、トワプリと風たくは水没やー。これ勇者の物語とね、そのハイラルの物語が混ざって書かれてるからじっくり読まないと追い切れないな。というわけで興味がある人は購入してみよう。まあめちゃくちゃ高いけど、これ3255円もするからね。攻略本とかじゃなくて夢を見る島、ガイドブックだね。あ、メインテーマだ。金作のおかげで水の射程時が嫌いじゃなくなった。そうなんだ、俺この作品の水のステージ大嫌いだけどね。基本的に Wii リモコンを傾けて操作するステージなりマップなり道具が大嫌い。結局最初から最後まで慣れなかったんだよね。
結局スタッフロールほとんど見てなかったね。ガイドブック読んでたから。これかえ URL 省略。この音楽をクオ楽にすると子守歌。それも結構噂になったよね。お、エピローグ。ちなみにこのね、ロストバードの物語はゼルダのガイドブックに書かれてんだよね。どうしてこのスカイロフトにロフトバードたちが来たのかっていう話が。パパとの再会ゼルダ嬉しいねこれ。インパ。パッツンってやっぱ可愛いなわら。そうだよ、これスカイロフト今降りてきてんだ。女神像のところだけだけど。ねえ、これからか。辛口にした方がいいよ、またラスボスになるから。はい、というわけでゼルダの伝説スカイウォードソード無事クリアとなりました、ね、ここまでご視聴してくれた方、ありがとうございます。リンクと Z